空調服はその名の通り、工場や屋外作業などエアコンの使用ができないような環境でも快適に過ごしていただけるように考えられた服です。いかなる作業環境にも合うよう、その種類も豊富。空気漏れが少なく、空調服の素材として最も適しているポリエステル素材のものから、火を扱う作業現場でよく使用される綿素材のもの、一般的な作業服に多く使用され綿に比べシワになりにくく縮みにくい素材のもの、他にも赤外線紫外線をカットし屋外での作業に適しているものなど、それぞれの現場でその効果を発揮いたします。まずは空調服のファンの取り付け方法をご紹介いたします。空調服の裏側にはファンの取り付け口があります。取り付けるのはこちらのファン。両端の爪の部分をつまみ、まずはファン本体からリングを外していきます。次に副地の裏からファン本体を入れリングをはめていきます。ポイントはファンの向きを爪が横に並び、かつジャックが下向きになるように調節してください。取り付けが完了したら、あとは両方のファンにケーブルを取り付け、マジックテープで固定していきます。最後にケーブルをバッテリーに挿せば完了です。続いて空調服の使用方法です。より快適にご使用いただくため、必ず襟首の紐をボタンで留めてください。これで首後ろ周りの空気の流れを確保します。次はバッテリーの装着です。バッテリーは専用のケースに収納していきます。これを落下防止のためにベルトに装着します。ジッパーを閉める際は上まで上げ切らず、首周りの空気排出量を調節するのがポイントです。次に電源の入れ方です。リチウムイオンバッテリー式をお持ちの場合はオンボタンを長押ししてください。電池ボックスタイプをお持ちの方はケースに単三電池4本を入れ、スイッチをオフからオンに切り替えれば作動します。充電式のリチウムイオンバッテリーの風量は4段階切り替えで 7.2V、6V、5V、3V の出力が可能。表示値が小さいほど風量は多くなります。表示1が最大風力です。最大で1秒間約30リットルの風が流れます。電池ボックスタイプの場合は2段階切り替えとなり、ローは約 2.4V、ハイは約 4.8V の出力が可能。こちらの風量はローの状態で1秒間に約8リットル、ハイの状態で最大約20リットルの風が流れます。ファンから取り込まれた空気は体と服の間を上方向に流れ、外へ排出されます。この時流れる空気が汗を気化し、蒸発させることで体の表面を冷やします。この原理を生かす上でも、空調服を着る際は体にフィットした薄手のインナーを下に着ることが必須です。洗濯の際は全ての電気部品を外していただきます。あとは服についている洗濯表記に従って洗濯を行っていただければ大丈夫です。